こんにちは。FX の自動売買ツールを購入ご検討の方。よく考えてみてください。FX の自動売買ツールっていうのは稼げない人が使ってるんですよ。稼げないあなたが買おうとしてるでしょ。で、FX で稼げない人が仕事として FX の自動売買ツールを作ってます。そして、FX の自動売買ツールを売ってる人は稼げてない人なんですよ。だって、 裁量で稼げていたらそもそも自動売買ツール必要ないじゃないですか使わないじゃないですか結果売らないじゃないですかだって裁量で裁量でね稼げてる人は裁量を教えて裁量で稼げる人を作るわけですよだから FX の自動売買ツールを売ってる人はそれがなんであれね稼げない人が作って稼げない人が売って稼げない人が買うんですよこの一気通貫ですその中でもたまたま稼げる人がねたまに出てくるんですよ でその一部を捉えてこのツールは完璧ですっていうわけですよ作ってる人も売ってる人も使ってる人もこの催眠術に解けていかないといけないんですよその催眠術を解ける方法は非常に簡単で FX は裁量で勝つと言いますけどもまあ基礎用語を覚えるだけで勝てますからで勝てない人は基礎用語覚えてないんですよたったこれだけのことです基礎用語を10%覚えてる人と基礎用語を70%覚えてる人どっちが FX 勝てると思います そのと相対関係でお金の取り合いが起きてるだけなんですよ。いや、取り合いというかね、一方的に払う人と一方的にもらう人が、その力学によって相対的に生まれてるだけです。私は FX を覚えました。基礎用語も入りました。だから基礎用語を覚えてない人には100%勝てます。それ当たり前ですよね。当たり前じゃないですか。ね。だからね、私から見るとね、バッターボックスに入ったのはいいけども、 自動売買ツールを使ってる人ってバットを持たずに当てようとしている人なんですよたまにデッドボールで一塁に出る人がいるんですよその程度ですでも裁量を覚えた人ってのは確かに空振りすることとかもありますけども基本的にはバットに当たるんで飛んでいきますよねこのぐらいの差があるっていうふうに裁量を覚えて私からは自動売買にね翻弄される人かわいそうになと思いながら見てます今回の説明はまあまあ分かりやすかったんじゃないですかねいかがでしょうかそれではいってらっしゃい